れた人に会った、別れた渋谷で会った。皆様の夢を叶えるコーナーです。番組ではロスインディオスの棚橋志郎さんとデュエットをしたい女性ボーカリストの方を募集しております。今流れているこの東京ベタメムジョ、私と一緒にデュエットしていただける女性ボーカルを募集しております。今日も早速チャレンジャーの女性ボーカリストの方、ね、楽しみですね、はいはい、来ていただきましょう、はい、早速、はい、どうぞ。どうもようこそ。こんにちは、はい、お名前を。柴田香織と申します。柴田香織さんですね、何か特技みたいなものってございますか？折り紙折り特技。折り紙、何を作るんでしょう？いろんなものなんですけども、はい、5月の端午の節句のこう兜、カブト、こういうカブトありますよね。そうですね、そういうものとか、あ、そうですか、したりしてます。非常にやっぱお経なんですね、はい、手先も経なんです。そうなんですね、はい、ということで早速歌っていただくんですが、はい、もしまた田中さん、ここで2人のフィーリングがピタッと合って、歌が抜群だったらこれはどうなりますか？またCD 化されますよ。これはもう即レコーディングということですね。楽しみですよ。それでは柴田香織さん、田中志郎さんで東京ベサメムーチョ、どうぞ。偶然お湯には出来すぎる君とこうしていることが、私もあなたとは何か定めを感じるわ。流れ任せで目覚め、そして流れて無情、東京東京目覚め無すごい素敵な歌声で、うん、これも合格なんじゃないですか？よかった。レコーディング決定。素晴らしい。そうです。ということで、でもですね、まだまだこの番組では田中志郎さんと一緒にデュエットデビューをしたい女性のボーカルの方を募集しております。どしどしご応募ください。